ホルン・ソナタへ、長調作品17は、ルートヴィヒ版ベートーベンが1800年に作曲した、ホルンとピアノの二重奏曲である。ビルトゥオーゾホルン奏者のジョバンニ・プントのために書かれた。プントに触発されたことが作曲のきっかけとなった。本作と同時期の作品には、ピアノソナタ第11番や、創作主題による6つの優しい変奏曲と長調などがあり、本作の性格は後者により近いものがある。曲は、プントのソロ、ベートーベン自身の伴奏で1800年4月18日にウィーンで初演された。ベートーベンの弟子であったフェルディナント・リースの伝えるところでは、驚くべきことにベートーベンが作曲に取り掛かったのは初演の前日であったという。初演当日、ベートーベンは一部記憶を頼りにしつつ、またその場で即興して演奏したとされる。作曲家、ベートーベンの才能とともに、ごくわずかな時間で演奏の準備を整えたプントの実力の高さを伝えるエピソードである。ウィーン初演は成功を収め、5月初旬にペシュトにて再演の運びとなった。ベートーベンは本作の作曲当時ウィーン以外では知られていなかった。プントとベートーベンによるペシュトでの演奏後、ハンガリーの評論家が次のように書いている。このベートーベンとは誰なのか。彼の名前は我々には知られていない。もちろん、プントはよく知られているが、この演奏会後に、両者は仲違いをしたとみられ、ベートーベンは地方公演における共演を拒否してしまう。次に二人が同じ舞台に姿を現したのは1801年1月30日に開催されたホーエンリンデンの戦いでの負傷者のための演奏会であり、ベートーベンは本作ではなく、指揮者としてハイドンの交響曲2曲を含むプログラムを演奏したのであった。この作品はナチュラルホルンのために低音を担当する第2ホルンの語法を用いて書かれている。ベートーベンは第1楽章と第3楽章に急速なアルペッチオを取り入れる傍ら不自然に低いトートを使用している。これらはいずれもプントが専門としていた第2ホルンの奏法の特徴であった。楽譜の初版は1801年にウィーンで出版された。作品の販路を広げるために、おそらくベートーベン自身の手によると思われるチェロソナタへの編曲が行われている。以降はホルン、またはチェロとフォルテピアノのためのソナタとして出版された。バイオリンやフルートのための編曲も行われている。オーボエ奏者のカール・キムによって、さらに弦楽四重奏への編曲も行われており、1817年にジムロックから出版されている。曲はヨゼフィーネ・フォン・ブラウン男爵夫人に検定されている。約14分半。曲はホルンが下行音形を示して開始する。これをピアノが右欠に第一主題を提示する。経過部を終えると遠隔調の補短調で第二主題が示される。その後、演奏効果の大きなピアノのパッセージを挟み、簡潔なコデッタを置いて、提示部の反復となる。展開部は、第1主題、第2主題を扱っていき、やがて再現部へと至る。華やかなコーダが置かれて、明るく閉じられる。第2楽章にあたる部分は17小節とごく短い。不転音符のリズムによる主題が奏され、アタッカで、フィナーレへと接続される。音程の離れた4音を中心とする主題がロンド主題となる。色彩豊かなホルンパートに流麗なピアノが加わる。ロンド主題はロ単調のものを含む副主題と交代しながら進み、最後はロンド主題を用いたコーダがテンポを落とした後、アレグロモルトとなって勢いよく全曲の幕が下ろされる。注釈出典。ありがとうございます。